んこんにちは、いくよママです。今日はちょっと浴衣を着てるんですけど、浴衣の季節がやってきますよ。今ね、浴衣って2000円とか3000円ぐらいで、とってもおしゃれな浴衣がいっぱい売ってるんですよ。で、浴衣ってデザインが変わらないじゃないですか。まあ柄は変わりますけれども、デザインは変わらないので、お洋服よりもとっても着やすいというか、なので今年の夏は塾長の皆さん、ぜひ私と一緒に浴衣を着ましょう。着ましょう、着ましょう。着方もね、お着物よりもずっと簡単ですし、帯もとっても簡単なので、一度着てしまうととっても楽です。こうお洋服だと上下のコーディネートとか考えなきゃいけないですけど、浴衣は本当に浴衣と帯の色合いとかで全然おしゃれに着こなせますので、で何よりも大人の色気っていうのが作りやすいのがお着物だったり浴衣だったりすると思うんですよ、うん、なのでぜひ皆さん今年の夏は浴衣を着てほしいなと思います。で、浴衣を着るとですね、大股で歩いたり、ガニ股で歩いたりとか、なんかそういう仕草も自然としなくなりますよね、うん、なので女っぽい仕草も身につくかなと思います。私は今年の夏はですね、リッツ食堂、長野もね、川崎も両方を浴衣で出ようと思います。はい、襟足をね、しっかりと抜いて、はい、色っぽくおもてなししたいなと思います。塾女の色っ子で世の中の男性陣を元気にしましょう。はい、ということで今日は皆さんに浴衣を着ようっていう話をさせていただきました。で、男性陣もぜひ浴衣を着てもらいたいです。こう年を重ねて、例えばお腹が出てきちゃって気にされてる方とか、うん、なんか逆に浴衣がすごい似合うと思います、うん、なので浴衣、男性陣もね、ぜひ着ていただいて、どうでしょう、奥様とか彼女にも浴衣をプレゼントして、一緒にこう夏のデートを楽しむとか、とっても色っぽいと思います。私たち日本人ね、やっぱり着物とか浴衣似合うんですよね、はい、なのでこの日本の文化を残すためにも、塾女の皆さん、浴衣をどんどん着ながらね、女の色気を広げてもらえたらいいと思います。はい、男性もね、ぜひ浴衣に挑戦してみましょう。いけママチャンネルの視聴者さんが浴衣たくさん着てくれたらめちゃくちゃ嬉しい。はい、ということで今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。いくよママでした。